斉藤君。公明党の斉藤哲夫です。公明党は社会保障と税の一体改革について3党協議に参加をいたしました。これはもともと持続可能な社会保障制度を作っていかなくてはいけない、そのためには消費税を含む税制の抜本改革を行っていかなくてはならないという基本認識があったことは確かでございます。そのベースの上で、しかし今回野田政権が出してきたこの一体改革法案は、一体改革とは名ばかりで一体改革になっていないと、このように私たち鋭く、私もこの場に立って何度か指摘をさせていただいたところでございます。しかしながら幹事長会談で、修正の用意があると、こういう話がございました。またこの消費税増税に命を懸けるとおっしゃる野田総理と、もともと消費税 10% という政策をお持ちの自民党、この2党でこの消費税増税を決めれば、国民生活から少しかけ離れた消費税増税になってしまうのではないか、このような危惧もあり、消費税、3党協議に参加をしたわけでございます。そしてその結果、持続可能な社会保障が見通せるところまで来た、このように私たちは感じました。このように認識をいたしました。そこで、私たちのもう政策的な主体的判断として、この合意に参加をし賛成をするということを決めたわけでございます。従いまして、私たち公明党はこの3党合意修正案が参議院を通過し成立するまでは責任を持ちたいとこのように思っております。総理、この参議院通過までぶれずに、方針をぶれずに、貫徹をされるおつもりがあるかどうか、その決意をまずお伺いします。野田佳彦内閣総理大臣。斉藤委員におかれましては、いろんな曲折はあったと思うんですけれども、今回3党合意のこの協議を、特に社会保障の部分の実務者協議にご参加をいただいて、大変お知恵を出していただいたことに感謝申し上げたいと思います。よく増税先行との議論が言われますけれども、もう実務者でよくご存知のとおり、社会保障の骨格というか持続可能性が見えてきて、そして税制を固めていくというやり方だったものですから、その点はよくこの お互いに意義を共有できるかと思います。そうした三党合意でございますので、衆院においては本当にいろいろとご迷惑をおかけしました。参議院においては我が党としても一致結束して対応していきたいと思いますし、ぶれずに対応させていただきたいというふうに思います。斉藤君。私は税の方の方で、実務者協議参加させていただきました。我々が先ほど申し上げましたように主体的な判断で、賛成をしたということは、これも当然のことでございますが、その上であえて申し上げたい。で、民主党の中にいまだにですね、三党協議は密室談合だとこのようにおっしゃる方がいらっしゃる。129時間特別委員会で議論をして、そして問題点が明らかになってきました。いくつかの問題点が明らかになってきました。その問題点について、協議を行って、そして合意をしようと、合意ができるのであれば協議に参加しようという党の中で協議をしてきた、そして合意した。そのことを否定するのであれば、私は何も決められない国会になってしまう、このように思います。しかしながら民主党さんの中にまだ密室協議だとおっしゃる方がいらっしゃる。またその社会保障置き去りだと、このようにおっしゃる方もまだいらっしゃる。先ほど総理がおっしゃったように、確かに政府の原案は社会保障置き去りでした。しかし三党協議でしっかり、議論をして、この社会保障についても先ほど申し上げたように、
その持続可能性が見通せるところまで来た、具体案がほぼおぼろげながらですけれども明らかになってきた、まあ、このように感じております。総理、なぜやれ密室協議だ、やれ社会保障置き去りだという人を民主党の中で叱責しないんですか、強く意見しないんですか。我々、この三党協議に参加した者として我々も実は党内でいろんな議論がありました、いろんな議論がありました、しかし一旦決めた以上我々は党内をしっかりまとめてこの場に及んで、この場に臨んでいるわけでございます。この民主党の中のこういう意見について総理がリーダーシップを発揮してない、ガバナンスを発揮してない、このように思いますが、総理、これからの参議院審議を控えてどのようなご決意でしょうか。野田内閣総理大臣。叱らなきゃなんだ、叱らなきゃ。斉藤委員のご指摘のとおり、特別委員会で129時間という総質疑時間でございました。でそれだけ熱心なご議論をいただいた中で煮詰まってきた論点を踏まえてですね、三党間での政策協議を行ったわけでございますので、密室で勝手に特定の人が決めた話ではございません。十分これまでの議論を踏まえた対応したものだと思います。でそのことはこれからもきっちりと国民の皆様にお訴えしなければいけないと思いますが、それに関する残念なそのことでありますけれども、多くのいわゆる造反者が出たことは民主党の代表として深くお詫びを申し上げたいというふうに思います。今その処分をどうするかという今プロセスにありますけれども、党のルールに従って厳正に対処させていただきたいというふうに思います。斉藤君。また再修正というような議論も民主党の中にあると、まあ、私実際聞いたわけではありませんから分かりませんけれども、報道によるとそのような話もあるそうでございます。しかしこれはこの三党協議、三党合意の信頼関係を基盤から崩すものと、このように思います。もちろん参議院で審議をするわけです。その審議の中で、まあ、素晴らしい案が出てくるかもしれない、その可能性を否定するものではありませんけれども、この参議院に審議を望むにあたって、この三党合意をしっかりベースに、再修正ありき、それでは全くこの信頼関係を崩すものであると、このように私たち申し上げなければなりませんが、総理の考えをお伺いします。野田内閣総理大臣。お互いにですね、固有の政策を持っていますけれども、まさに国民のためにその社会保障の持続可能性を担保し、そして安定財源を確保するという観点から譲り合うところは譲り合ってできた三党合意でございます。その高等間の合意というものは大変重いものと思っております。基本的にはこの三党合意を踏まえて参議院でご審議をいただき採決を目指したいと思います。まあ、一般論として斉藤委員ご指摘のとおり、例えば少数会派の方も含めてさらにいいアイデアがあって三党がそれはいいねと言うなら、それは修正の可能性はあるかもしれません。これはハウスでの違う議論ですから、そこは可能性はあると思いますが、何かを修正することを前提に今から考えているということはあってはならないというふうに考えております。斉藤君。そしてこの社会保障と税の一体改革が成立した後は解散して国民に信を問うことが私は最低限の筋だと、このように思います。まあ、自民党と公明党は与党時代平成21年の税制改正で、この社会保障の持続可能性を高めるためには消費税を含む 税制の抜本改革を行わなければならない、まあ、野田政権流の言葉で言えば一体改革を行わなければならない、このような認識で、もともとそういう認識でございました。しかし民主党の皆さんは違います。この先の衆議院のマニフェストでは、この消費税という言葉は一つも出てこなかった。まあ、総理は審議の中で、いや、4年間は上げないけれども、平成26年4月はもう4年を過ぎたその後だと、まあ、8% に上げる平成26年4月は4年を過ぎたその後だと、まあ、これは私は詭弁だと思います。このマニフェストに書いてなかったことをやろうとおっしゃる、まあ、ある意味では私はそれを責めるつもりは全くありません。ある意味ではこの一体改革が必要だというのは我々の考え方がやはり正しかったんだと、
あの平成21年の与党の考え方が正しかったんだというふうに考え方を変えられたわけですから、私はそれを決して責めるものではありませんけれども、しかし今与党の民主党としてはその大きな方針を変えたのであれば、この一体改革成立後は国民に信を問うということが筋として、政治の筋として、そして政治に信頼を取り戻すために必要だと思いますけれども、総理の考えいかがでしょうか。野田内閣総理大臣。マニフェストに掲げたことはですね、これからも任期中に実現できるようにこれからも最大限の努力をしていきたいと思います。一方で今回の一体改革、国民の皆様にご負担をお願いする消費税の引き上げについては、これはマニフェストに記載しておりませんでした。でもこれは将来世代を考えて、そして今の社会保障も考えたときに、どうしても避けて通れない待ったなしの改革であるということは、きちっとご説明をしていかなければいけないと思いますし、今回のその一連のマニフェストの総括も含めて、国民の皆様に信を問うときには、きちっと何ができたか、できなかったか、でも書いてないことはなぜやったのかということも含めてですね、お示しをしながらご判断をいただきたいと思いますが、これ一体改革だけではなくて、まだやるべきことがあります。やるべきことをやり抜いた後に国民の皆様の信を問いたいというふうに思います。斉藤君。今のご答弁を聞いてますと、今回命を懸けて、やるとおっしゃっているこのことをかなりすでに相対化して、総理の心の中で相対化されているんじゃないかなという危惧が生まれてきました。マニフェスト、それは確かにできたものもある、できなかったものもある、こういうおっしゃり方をするんですが、根本はですね、やはり、民主党が政権を取れば1年間 16.8 兆円のお金が無駄を排してすぐ出てくると、これが1点、そして消費税はだから上げないということだったんだと思うんです。消費税については書いてないということですけれども、この基本の2つ、1つはその 16.8 兆円が出てこなかった、そして、何も書いてなかった消費税を上げるということですから、その他のいろいろな細かいマニフェストができたできないということではなくて、また他にまだ残っていることをやり遂げてからということではなくて、この柱になっているこの2つ、この2つを今回大きく変えたわけですから、別に先ほどから申し上げているように変えること自体が悪いと私は言ってません。でも変えたわけですから、ここは国民に信を取って堂々と進むべきではないか。もう一度お答えください。岡田一体改革担当大臣。私は党の幹事長としてちょっと委員の今のご指摘は少し理解が違うんです。16.8 兆ということを申し上げたことは事実ですね。で、それが全部はできていないということもおっしゃるとおりであります。そこに我々反省しなければいけない点もございます。ただ、それをやるから消費税上げなくていいと、そういう脈絡ではないんです。16.8 兆は我々の新しいことに使うという、マニフェスト上はっきりそれを書いているわけです。例えば一部実現しているその農業の個別所得保障方式の導入とか、あるいは高校の授業料無償化とか、あるいは高速道路の無料化、これはできておりません。そういった新しい政策のために 16.8 兆を使うということで、それは歳出歳入にわたってきちんと一覧表にして出しておりますので、これ消費税をやれば消費税入れなくていい、消費税に変わるものだという、そういう位置づけでは決してございません。野田内閣総理大臣、解散について。野田総理大臣。解散はもう再三再四お答えをしているように、やらなければいけないことをやり抜いた後に国民の皆様に信を問うということであります。斉藤君。岡田さん、16.8 兆このお金が出てくれば税制のだから大きな抜本的な改革しなくていい、こういうふうなその趣旨のそういう訴えをされておりましたよ、選挙の時は。だから今の先ほどのご答弁は少し国民の理解と違うということだけ申し上げておきます。それでは次に、三党合意についてちょっとお話をさせていただきますが、一体改革の必要性については我々も平成21年の所得税法改正案附則104条、有名な附則104条に、
書きました。まあ、先ほども来話がありましたけれども、今社会保障110兆で毎年3兆円ずつ伸びていると、まあ、そのうち税で負担しているのが40兆、まあ、これは国と地方合わせてですけれども、国負担分だけでも26兆ですか、で毎年1兆円増えていると。で、こういう状況の中で、これを放置するわけにはいかない、まあ、だからこそ我々は平成21年に税制の抜本改革、消費税を含めた税制の抜本改革が必要だということを法律に書いたわけでございます。そしてその時に、まあ、しかし安易な増税は許さないということで、5つの条件プラス1ということを、まあ、簡単に言うと6条件ですけれども法律の中に書き込みました。これがその6条件でございまして、社会保障制度の具体案を示す、景気の回復、消費税の使い道を社会保障に限定、税制全体の改革の実行、行政改革の徹底、そして低所得者対策の実施、プラス1と言っているのはこの低所得者対策の実施、ある意味で当然のことだからでございます。こういう条件を示しました。そして今回この6条件が先ほど申し上げましたように、ほぼある一定程度前進をしたと、まあ、このように我々判断をし賛成をしたわけですけれども、例えばですね、この一番上の社会保障制度、ちょっとたくさんありすぎてなかなか言えないんですが、例えば子育てについては先ほど説明があったような充実が行われます。そして年金についてもですね、基礎年金の半分は2分の1は国庫負担をする、その恒久財源が今回できました。ある意味で2004年 の坂口厚労大臣の年金改革がこれで完結をしたわけでございます。そしてその上に低所得者への年金加算、それから受給資格期間の短縮、それから短時間労働者への厚生年金適用拡大、産休期間中の保険料免除、これは国民年金も含めてです、厚生年金と共済年金の一元化、遺族基礎年金の対象拡大、そして年金制度、高齢者医療制度については、国民会議で1年以内に結論を得ると、そしてその確認なしに消費増税はしないという歯止めも法律の中に書き込みました。これはもう社会保障を置き去りという批判は全く当たらないと、このように思いますが、改めて総理、ご答弁ください。野田内閣総理大臣。それは辞めた人に言うな。ありがとうございます。全くその通りでございまして、社会保障を置き去りにしたというわけではなく、年金あるいは子ども子育て含めてしっかりと充実させるところはさせる、安定化させるところはさせる、まあ、そういう改革になっております。斉藤君、次にこの一番下ですけれども、低所得者対策ということを確認したいと思います。まあ、低所得者対策、つまり消費税は低所得者の方により負担感の大きい、税制である、まあ、逆進性が高いという言葉を使いますけれども、まあ、こういう税制であってこの低所得者対策が必須であると、これは我々の共通認識だと思います。で、当初の政府案ではですね、この低所得者対策をいつから行うのか明確ではありませんでした。そして、その中身もですね、給付付き税額控除、そしてそれができるまでは簡素な給付措置と、まあ、このような中身だったわけでございます。今回3党合意で2つのことが付け加えられました。1つは8% に上げる段階から低所得者対策をしっかり行うと、政府案ではいつからやるか不明確だったんですが、今回の3党合意で 8% 段階からやるということが明確になった。もう一つはその低所得者対策のメニューに新しいメンバーが加わった。それはいわゆる軽減税率、まあ、複数税率とも言います。この軽減税率の登場でございます。つまり、よく米味噌醤油と言いますが、
基礎的な例えば食品でありますとかそういう生活必需品については税率を低く抑えるという方法でございます。まあ、今回従いましてちょっとこれをまとめて言いますと 8% に上がる段階での低所得者対策の具体策は2つ選択肢があって、一つはその簡素な給付措置、もう一つが低減税率です。そして 10% に上がる段階では選択肢が3つになって、法的にはですね、法律を正確に読むと3つあって、簡素な給付措置、もしくは給付付き税額控除、もしくは軽減税率と、まあ、この選択肢ということになります。まず総理にですね、この 8% 段階からしっかり低所得者対策を行うということについて、まず総理の決意を、政府の認識と総理の決意をお伺いします。野田内閣総理大臣。政府としましても修正案に示されました方針および今回の3党合意文書にも示された趣旨に沿いまして、具体化に向けた検討を行い、低所得者対策を消費税率が 8% に引き上げられる時点から実施をしてまいりたいと思います。斉藤君。 8% 段階からしっかり行うということでございます。この三党協議の中で、私も参加をさせていただいて感じたのはですね、政府そして民主党さんはこの中で軽減税率に対しては複数税率に対しては あまり積極的ではないということを、まあ、率直に感じました。確かにですね、この軽減税率、全ての方法に一長一短メリットデメリットがございます。この軽減税率について言うとデメリットは、線引きが非常に難しいとか、政治家の利権の温床になりやすいとか、この品目については税率を下げるよというようなことは政治が決めるわけですから、利権の温床になりやすい等のメリットがあります、デメリットがありますが、メリットはですね、私自身地元に帰ってこのいろいろ議論をする中で、低所得者対策として最も理解が得やすいのが実はこの軽減税率です。で、低所得者対策としての理解だけではなくてですね、最近感じますのは消費税そのものの理解についてもこの軽減税率の存在が非常に大きいのではないかなと、このように感じます。現場の声だよ。今現場の声だよという不規則発言がありましたけれども、まさにその通りでございます。そしてこれは先ほど申し上げましたように 8% 段階から選択肢に入りました。で、私はここ重要だと思うんです。 8% にするときにこの軽減税率を考えるということは、5% 基礎的必需品については 5% がベースになるということでございます。 10% になるときに考えればいいというのはベースが 8% になるということでございまして、現場の声はですね、やはり例えば米味噌醤油と言われるようなものについては今の税率 5% がベースになるんではないかという感覚の方が多い。そういう意味ではこの 8% 段階から考えるということであればですね、この秋の税制改正から議論を始めなければなりません。 8% になるのが1年半後ですから、この秋からこの制度について考えなくてはいけないかもしれません。またシステム、複数税率というシステムを練習するという意味でも早めに議論を始めておいた方がいいと。8% から始めても 10% から始めても同じようなシステムになるわけです。そういう意味ではこの総理また政府としても、先ほど申し上げましたように、どうも政府民主党はこの軽減税率に対して、消極的だという印象を受けました。いかがでしょうか。総理。岡田担当大臣。
まあ、軽減税率についてのですね、メリット、デメリット、今、委員がご指摘をいただきました、私も同じ思いでございます。まあ、最大のメリットは分かりやすさだと思います。ただ、まあ、必需品というときにどこまで広げるのかという問題はございます。特にそれを 5% ということで、全体10になったときに5にとどめるということになりますと、ただ食料品だけということになっても、かなりの金額になりますし、さらにそれを拡大するということになれば、さらに必要なお金が必要になりますから、逆に言うと10では足らなくなる近い将来ですね、いうことも起こりうる、あるいは我々が想定していたその社会保障に充てるということ の金額が減ってしまうということになるわけで、まあ、そういったことについて、よく検討する必要があると思います。まあ、民主党の方は、あるいは、まあ、政府としてはですね、従来から給付付き税額控除ということを申し上げております。まあ、これの最大の問題は、本当に所得の少ない方をどうやって正確に補足するのかというところにあるというふうに思います。メリットは、本当に困っている人に届けることができる、うまくいけばですね、ということで、全体の必要なお金は少なくて済むかもしれないということでございます。そういうメリット、デメリットについて、まさしく3党を中心によくご議論いただいて、どちらがですね、いいのかということをお決めいただければというふうに考えております。斉藤君。一長一短があります。そこをしっかりどうすれば最も国民の皆さんに納得していただける低所得者対策になるかということを議論しなくてはいけないと思います。で、低所得者対策ではないんですけれども、被災地特例ということを考える必要があるのではないかということをちょっとご提言申し上げます。8% に上がる、また 10% に上がる、ちょうどその時期は東日本大震災の被災地におきまして、まあ、住宅取得、それから移転も一番多くなる時期と重なるわけでございます。まあ、そういう被災者の方々にこの消費税増税は非常に大きな負担をしていただくことになる。で、まあ、この消費税のシステムでその被災地だけ、何らかの救済措置を与えるというのはなかなか難しいかもしれません。別な制度でそれをその負担感を和らげる、負担をなくすという措置になるのかと思いますが、この被災地特例についてこの消費税増税にあたってぜひ考えるべきと思いますが、総理、財務大臣。財務大臣安住君。はい、私どもも前向きに、やろうと思っております。今先生からもご指摘いただきましたように、ちょうど引き上げの時期が住宅再建の時期と、まあ、ぶつかる可能性が高い地域も多くございます。ですからそういう点から言えばですね、私どもも実は閣議決定を3月31日にしたときに検討課題に対する法案提出後の対応の方向性ということで次のようなことを書いております。消費税の税率の引き上げにあたっても住宅を失った被災者の方々が恒久的な住まいを確保する際には地域全体のまちづくりを進める中で支援を行うなど、被災者の方々の負担緩和への配慮というものをやっていきますということは明記しております。これはやはり消費税の中で軽減税率のお話ありましたけれども、やはり基本はやっぱり単一税率でやるとして、その他の何らかの形でですね、やはり被災地の方々に対する住宅再建に対しては特段の配慮をやはり工夫をしていかなければならないと思いますから、政府としても積極的にいろいろな提案をいたしますけれども、公明党の皆様からもぜひですね、いろんなご提案いただければと思っております。斉藤君。これはぜひご検討いただきたいと思いますし、我々も提言をしていきたいと思っております。次にこの6条件の中の税制全体の改革の実行、4番目にありますがという点でございます。まあ、今回3党合意で、まあ消費税という、まあ、大衆課税を行う以上、まあ、公平感の観点から所得税、ないしは資産課税で単税能力のある裕福な方には少しご負担をいただこうと、累進性を上げるべきではないか、まあ、このような議論の結果、今年度のといいますかこの秋の税制改正で累進性を高めるという方向性で議論をするということになったものでございます。特にまあ所得税については今1800万、所得課税が1800万ですから、
名目は2000数百万の人になるかと思いますが、で所得税率 40% 以上上限なしでございます。やはりこれを例えば3000万とか5000万というところに区切りを置いてブラケットを一つ設ける、そして 5% ずつ上げていくというようなことも必要になってくるのではないか。また相続税については、今相続税を払う人はバブルの前で100人のうち8人だったそうですが、今は4人に減っているということだそうでございますので、その基準を基礎控除の引き下げ等必要になってくるのではないかと同時に、まあ、その資産移転が起きやすいように贈与税についてはこれを下げるということも同時に必要かと思いますが、このような税制全体の改革、これも必要だと思います。財務大臣、どのようにお考えでしょうか。簡潔にお願いします。安住財務大臣。特別委員会では斉藤先生からもご指摘随分いただきまして、私も方向性としては政府と公明党の考え方は同じだと思います。所得税につきましては今の税率をやはり収入の高い方に少しご負担をお願いする方向で、また相続税や贈与税についても今お亡くなりになった方100人のうち実際課税をお願いしているのは本当に4人程度でございますので、なんとかこれを広げさせていただいて、バランスというものをもう一度この再構築させていただきたいと思っております。法案からは落ちましたけれども、年度改正においてぜひ3党でこの方向性に沿って協議をするとなっておりますので、具体的な提案をぜひさせていただきたいと思っております。斉藤君。次にこの2番目にあります景気の回復でございます。やはり現場で話をしていますと、この景気の悪いときに消費税上げられたらもううちの会社は潰れると、どうしてくれるんだという声はたくさんございます。そこで今回、当初の政府案にはその付則第18条に、努力目標が掲げてありました。名目成長率 3%、 実質成長率 2% を目指すということでございます。で、今回三党合意でこの18条に第2項目目を加えまして、先ほど今朝もお話がございましたけれ、ありましたけれども、具体的な景気経済対策を、こうやって景気を向上させるんだということが第2項目目に加わりました。そして第3項目目にあります前2項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止、つまり消費税を上げないということですね、その施行の停止を含め所要の措置を講ずるという文言、そして今回3党合意で、法律にはなっておりませんが、3党合意の部分で、消費税率の引き上げの実施は、その時の政権が判断することという文章が加わりました。このことは、つまり政府案ではただ景気を上がるように目指頑張りますという努力目標だけが書かれていたんですが、今回の3党合意によって、景気が悪かったら、また景気の回復なしに、消費税を上げることはしないという歯止めが明確にかかったという、このように理解をしておりますが、総理、その理解で総理も理解されておりますですね。野田内閣総理大臣。ご指摘のとおり、付則の18条でありますけれども、向こう10年間、名目成長率 3%、実質成長率 2% という政策目標を掲げながら、ご指摘だった2項で、それをどうするかという、そういう各党のいろんなご意見を調整をしながらの項目を入れさせていただきましたし、当然のことながら、その経済の状況、さまざまな指標等を勘案をしながら判断をするという、そういう全体の流れになっていますし、その時の政権のまさに総合的な判断にかかってくるというふうに思います。斉藤君。で、総理はこの消費税増税に命をかけるとおっしゃっているということは、この景気の回復がなければその消費税増税はできないという歯止めが今この申し上げましたようにかかったわけですから、景気回復に命をかけると、こういうご決意で臨まれる、その点だけ確認します。野田内閣総理大臣。
一体改革を実現をさせるためにというよりもですね、まさに日本の今大きな課題が経済の再生でございます。デフレ脱却と経済の活性化、政策の総動員を行いながらしっかりとやり遂げていくということで、一体改革をやるからというよりもそれも含めて強い決意で経済の再生を図っていきたいというふうに考えております。内藤君。そしてその具体的な景気経済対策第2項目目に書きました、具体的な景気経済対策ですけれども、事前防災および減災等に資する分野に資金を重点的に配分することによって経済の成長を図っていくということが入ったわけでございます。で、この事前防災および減災についてですね、我々公明党は防災減災ニューディールという政策を発表させていただいたわけですけれども、最近その財源については今回その消費税を上げたその財源を使うのではないかというようなことが言われております。それは全くの誤解でございます。消費税引上げ分は、ずっと今日も議論がありますように社会保障に使われる、特に国費については社会保障に使われる、こういう仕組みになっておきますのでおりますので、そのことを申し上げておきたいと思います。で、その防災減災ニューディールの基本的な考え方ですが、ライフサイクル、予防保全によるライフサイクルコストの縮減という図を見ていただきたいと思います。図が2つございます。いずれも横軸は年数でございます。そして上の図は、例えばこれは何でもいいんですけども、道路橋橋でも結構です、ダムでも結構です、そういう公共構造物、その公共構造物の施設の健全度を示しております。で、時間が経てば健全度が落ちてくる、使用限界ということがございますが、そこまで落ちてくるのに、例えば50年とか60年とか鉄筋コンクリート構造物の寿命ということが言われております。で、予防保全によるライフサイクルコストの縮減、これが防災減災ニューディールの基本的な考え方でございますけれども、使用限界まで来てこれを補修するということを繰り返しておきます、おりますと、下の図がそのかかるコストでございます。非常に大きなお金がかかってしまう、それに至るまでに予防保全による小規模な補修、これを行うことによってコストを大幅に下げることができる。そしてこの命を守るためにこの公共構造物はその補修はしなくてはいけない、どっちみちしなくてはいけない、そのお金でございます。それを集中的に、そして予防保全の措置とやることによって安くやるというのが基本的な考え方でございます。このことをぜひ理解していただきたいのと、次の公共事業をまた復活させるのではないかというような批判がございますので、そうではないということを示した図でございます。あくまでもそのこれから考えられる、右下にございます、多発する地震、また気候変動への適応、台風、大雨、竜巻等気候変動によるのではないかと思われる自然災害も多発してくるようになりました。この自然災害に備えることに備える、そして左上ですけれども、自助、共助、公助の基盤をしっかり支えることによって地域防災力を強化する、そして左下、事業コストの圧縮、先ほど申し上げました予防保全の考え方でライフサイクルコストを削減する、そして右上、これを計画的に行うことによっていわゆる予見性を高める、また集中的な
投資を行うことによって景気の回復を図っていく、それらを通じて目的は命を守るということでございます。災害に強い国づくりで安心と活力を生むと、このような考え方をが防災減災ニューディールでございますけれども、この考え方は総理、付則18条の第2項に入れた今回の景気回復のための重点投資、この趣旨に合致するものだと我々は考えますが、総理のお考えをお伺いします。野田内閣総理大臣。ご指摘のとおり、付則18条第2項に明記されてございます。我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引き上げによる経済の影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分すると、こういう形で明記をされておりますので、これまでもいわゆる学校であるとか病院の防災については力を入れてきたつもりでございますが、これからも真に必要な命に関わるインフラについてはこの考え方にのっとって対応していきたいというふうに考えております。斉藤君。従いまして、先ほど前の質問者が取らぬタヌキの川山用というようなお話をされておりましたが、その消費税の財源を当て込んでいるのではなく、我々が長期的に基本的にこの国を守るために、そして命を守るために行っていかなくてはいけない、社会資本のメンテナンス、これを計画的に、また安く行うことによって、そして経済へも効果をもたらしていくんだという基本的な考え方だということをもう一度申し上げておきたいと思います。それから、これ結構です。経済対策の一環ですけれども、転嫁対策、これ現場もありましてですね、いやー、その我々下請けは結局消費税が上がってもその分を元請けに請求できない、もしくは請求できたとしてもですね、いろいろな無理難題言われるんだと。例えばデパートに行って、そこにある靴下の値札を全部お前の責任で変えろと、このようなことを言われる。だからこの転嫁対策ということ、また無理難題を言われるということに対して、十分その政治も目を配ってほしいということを何度も言われます。今回、独占禁止法、下請け法の特例に係る必要な法制上の措置を講ずると、このように、三党合意で、この独禁法、下請け法、改正してまでこれにちゃんと対応するぞということを明確にしたわけでございますけれども、総理のこの転嫁対策への決意、それからですね、転嫁対策といいましても、どうしても中小企業庁や公正取引委員会だけの対応になるんですが、現実には各業界を見ている各省庁、この各省庁が全力を挙げて連携しながらやらないと、この中小企業、零細企業を守っていくことにならない、このように思います。もう一つ、表示カルテル、やはりこの転嫁をスムーズにするためには、総額方式に、総額方式はやらなきゃいけないんですが、このうち税額はこれだけかかってますということを表示させてもらった方が転嫁しやすいと。元請けに請求しやすいという声もございます。しかしそれをその業界で申し合わせてやるとカルテルになるんだそうです。そういうことに対しての措置、こういう転嫁対策もこれ全力を挙げてやらなくてはいけないかと思いますが、これは法改正と、また非常に独立性の高い公正取引委員会へのとの調整等ございます。総理のご決意を伺います。どこだ、松原君。松原消費者担当大臣。短くだよ。今回の税率規制が2段階にわたるものであることもあり、中小零細事業者を中心に消費税の価格への転嫁について懸念が示されていることを踏まえれば、過去の消費税導入時引上げ時を上回る転嫁対策が必要である。
3党による修正案でも、独禁法や下請け法の特例に係る必要な法制上の措置を講ずるとの規定が付け加えられており、政府としてはこの規定を踏まえ、立法措置の具体的な内容について検討を進めてまいりたい。取引所を優越した地位にある事業者が消費税の転嫁を拒否する等の行為については、被害を受けた中小零細事業者の方々から告発を期待しにくいため、情報提供を受け止めますだけではなく、積極的な監視取締りを行うための体制を整備することが必要不可欠である。このため、政府が5月31日に取りまとめた中間整理では、公正取引委員会中小企業庁が各所管省庁と連携して、積極的に違反行為等の情報収集、調査を行うこととし、次元的に人員を拡大するなど、転嫁状況に関する監視検査体制を強化を図るなど方針を示している。政府としては、この方針のもと、政府一丸となって、違反行為の効果的な取り締まりを図ってまいりたいと思います。それからカルテルですね。このいわゆる表示カルテルについては、必要に応じ、独占禁止法の適用除外とするための法的措置を検討するとの方針が示されております。この方針に沿って、政府として具体策の検討を進めているところ、表示カルテルの独占禁止法適用除外制度について、公正取引委員会においても積極的に検討を進めているところであります。以上です。斉藤君。松原大臣、その棒読みあまりひどいじゃないですか。しっかりやっていただきたいと思います。以上、この6条件、についてほ大きな成果が得られてきたということで、今回、我々合意に賛成をしたということを申し上げさせていただきます。あと時間が3分ですので、原子力の問題、ですね、総理に、1点、これは重要な問題です。今回、原子力規制委員会法、この中で、いわゆる補償措置、IAEA の、査察の問題を今回、文科省からこの原子力規制委員会に一元化しました。そのことで安全保障という言葉を使ったわけですけれども、これが原子力基本法の方に波及をして、その日本の原子力の平和利用について、その基本姿勢が変わったのではないかという疑念がございます。その疑念はないと、あくまでもその非核三原則を堅持し、核武装を行わない方針に変わりはないということを総理から明確にご答弁いただきたいのと、それから国会事故調の報告が出てまいりました。その事故調の中で、本来ですね、この事故調の報告ができて、それを受けて、規制委員会を作るという、そういう時間的順番でなくてはいけないと、我々もそう思ったわけですが、基本的に今回、国会事故調がその規制委員会の規制のあり方について出してきた提言は、前回3党で作りました非常に独立性の高い、規制原子力規制委員会、内容とほぼと言いましょうか、一致をしているということで、我々も安心をしているわけですが、基本的にはこの再稼働もですね、その新しい規制委員会が自分たちの作った新しい基準で、その再稼働の判断をするという方向に早く行かなくてはいけない。ちょっと3つパパパパッと、もう時間がありませんので質問しましたけれども、総理の最後ご決意を伺います。野田内閣総理大臣。まず原子力規制委員会設置法の1条と、それを踏まえての改正原子力基本法第2条において、我が国の安全保障という文言が規定をされましたけれども、端的に言えば疑念は無用であるということでありますし、野田内閣として非核三原則を堅持していく方針には変わりございません。それからこの度発足する規制委員会の下で、新たな安全の基準を作っていただいて、その後についてのいわゆる再稼働についての判断は、その基準がベースになるということでございます。斉藤君。まだ時間があるようでございます。その2番目の質問、つまり今回国会の事故調査委員会が出してきた新しい規制庁のあり方、その提言と、今回、ちょっと時間的に前後してしまったんですけれども、成立をした規制委員会のあり方、これは考え方が基本的に合致していると、時間の前後はありましたけれども、独立性の高いものができたということの、その確認を総理として
その確認をしたいと思います。野田総理大臣、時間ありません、一言だけ。はい、時間の前後はありましたけれども、考え方は基本的には一緒でございます。終わります。これにて斉藤君の質疑は終了いたしました。